僕はですね、ぴょこたんという名前でね、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。いや、今日ね、スマブラ会ってさ、スマブラ会って今スマブラ会帰りでね、少しだけあのワインみたいなのもあったから適当に飲んでみて、これなんかブドウジュースみたいだよって言ってたから飲んでみたら、全然ブドウジュースみたいじゃなくてね、ワインだったからね、あー本当だって言っときましたけど、スマブラ会行ってたわけですけど、いや気持ちいいね。そんなに上手くない人たちがごちゃごちゃ大混戦してるところにネスの PK サンダーでガーンって突っ込むと、みんなバーンって飛び散るじゃん。あれすごい生理的に気持ちいいよな。あとは最近ネスのね、実はね、強化されてるのが PK フォースっていう、普通の必殺技ボタン長押しのやつがこうウィーンって PK フォースってウィーンバーンって外れするやつがあるんだけど、あれも混戦してみんなで戦ってるところにあれを PK フォースに投げ込むだけでバーンだからね、すごい勢いでバーンって飛び散るもん。うんこに爆竹刺してさ、小学生の頃やってたあの遊びと同じ喜びがあるよ。うんこに爆竹刺してシーってやってパーンで、なんか犬のうんこなんだけど、すいませんね、もし食事中の人いたら、その今までは何にも匂いしなかったのに爆竹で爆発させたらなんか辺り一帯がうんこの匂いになるのあの喜びってやっぱさ、 PK フォースをこうごちゃごちゃしたところにやってみんなが飛び散ってバーンっていく、あの感じとすんごい似てるよね。デジャブかなって思った。デジャブって言うんだっけ、これなんだっけ、なんか自分の中の何かがこう呼び覚まされてるような感じになったよ。そんなね、話はさておき、僕がね、ちゃんと漫画も一応書いてんだぞと。君は YouTube ばっかりやってね、もう漫画家としての熱意はとっくに失ってんじゃねえのかっていうね、思ってる人いるでしょ。お前何なのって、漫画家としてのプライドないのかって、そうやって動画配信ばっかりやって小金稼いで、結局お前は月に3ページしか書いてないんじゃねえのかって、なめてんのかって、特に同業者の人とか思うでしょ。もうあいつは漫画家なんて言えないよって、あんなのただの動画配信者じゃねえかよ、クズがあって、その面で漫画家名乗るなよって。うん、正解なんだよ。僕はね、動画配信者なんでまあそうやって言われたらそうなんだよ。でも一応やってますよ。でも一応やってますからね。はい、学ぶとおかんもやってますよ。ほら、毎月ニュースが来るね、毎日新聞社の、まあ、中学入試にも役立つね、時事問題にも強くなるニュースが来る、これやってますから。うん、他にもイレギュラーでいろいろやってて、しかもでも僕漫画の本当出力っていうのはマジで大変、漫画の出力はマジで大変なんだよ。4ページ書くのだってまあ2日3日かかっちゃうからね。僕結構小回りきっちり書くから、細かく割ってカラーで書くから、そうするとその 3日間かかるわけじゃん。1ヶ月の10分の1をそこに割かれるわけ、リソースを。それでいくらもらえるんだって言ったらそこまでもらえないし、遅いし、うん、僕は今のこのはいはいっていうこのレスポンスの良さね、あとは遊びが自分の糧でもあるわけだから、で影響力は、漫画の影響力は下がってますよ、一部を除いて。あと雑誌に載ったりするのも大変だから、僕は今自分のその自分ができるパワー、リソースの中のどんだけを漫画に割り振るかって言ったら、そこまで割り振りたくないんだよ。仕方ない、これは。僕だって漫画は好きだし、だけど自分の人生を考えた時の楽しさの割合を増やす意味で、漫画を月50ページ書いたら僕の人生は崩壊してしまうんですよ。だからね、今は僕は漫画の時じゃないと思ってる。もしかしたらあと5年後に漫画の時がまた来るかもしれないし、これ書きたいなっていうネタみたいなものはいっぱいあるの。でもその出力方法は漫画じゃないかもしれないなって今ぼんやり思ってるから、今は自分の中に蓄積しつつ、こう日々をね、 YouTube マネーを稼ぎつつ、小金を稼ぎつつ、まあいろいろその時その時でね、出力の方法を変えてね、やっていきますよっていうのが僕の考え方なんですよ。さてちょっとね、この後なんか人狼殺をやってみようかなと思うんだけど、最近はね、まあ今日スマブラ会も行ったのもあるんだけど、ボードゲーム会とか、まあポーカーもちろんいっぱいやってるんだけど、ポーカーやって、あと人狼もやったりしてんの。人狼会に行ったりして、結構ガチ、割とガチな人たちが集う、もうなんだろうな、あれ結構広めのフロアで半分にね、パーテーションで仕切られていて、こっちで13人で人狼やってて、でここで負けた人は今度こっちに行って、こっちでも13人、こう両方で13人ずつ人狼をやってる人狼会とかさ。そこでもやっぱり僕ってやっぱ優秀なんだよな、なんだかんだで。みんな僕のことって人狼優秀じゃないと思ってるんだろうけど、やっぱ自分の人狼をね、振り返ってみても切れ者だなって思っちゃうもんね。自分で言うのもなんですけど、
あ、ポーカーも面白かったでしょ。ポーカーもやっぱり今覚えておいた方が絶対にいいから、絶対数は少ないんだよ、ポーカー動画を楽しんでくれる人なんて。でもあれをやっぱり今のうちしてももう遅いし、だいぶ前からずっとやってることだけど、だんだん僕のうまさ分かってきたでしょ。だから結局結果を残してるわけだしさ、こういうプレイをしてるから結果が残ってるわけじゃん。常にね、オッズ理論に基づいてポーカーはシチュエーションだと言ってるでしょ。口を酸っぱくしてる。ポーカーはハンドじゃなくてシチュエーションなんだよって言ってるし、あとそのポーカーのルールに最適化して、ルールによってね、いろんな立ち回り方もあるし、もちろん相手によっても立ち回り方は違うけど、うん、それで結局韓国でも優勝してるし、オーストラリアでもインマネしてね、お金を増やして帰ってきてるし、で6月にね、もう世界大会行っちゃいますよっていうレベルなんだから、ポーカーもね、あれ見る人が見てある程度分かってくればすごく面白いゲームのポーカーって、うん、それをもうちょっとね伝えたいのと、あとはその初心者の人にも、もしかしたら僕がきっかけでポーカーの世界に足を踏み入れる人がいるかもしれないじゃん。そういう人にとってね、なんかプラスになるね動画作っとこうと思ったわけですよ。でも嬉しいじゃん、自分がきっかけでね、その人がポーカーに足を踏み入れて、なんかそこで得るものがあればさ、まあ、麻雀もそうだしポーカーもそうだし、まあ、そういうボードゲームとかも全部そうだけど、だんだん分かってきたでしょ、ポーカーの面白さが。体感できてるんだよそれが。ずっと前に、確か2年ぐらい前にオンラインポーカーの動画上げた時よりも今の方が見る人とか感想とかも今の方がなんか多いもん。ポーカーの人口を見てもやっぱ増え続けてるの、ずっと。国内でも、国内のその JOPT とか大きめの大会行けば 体感できるんだけど、なんかあと国内のそのポーカースポットの数がどんどん増えてるとか、ポーカー大会のね派閥がいろいろできてるとか、そういう情報も見る限り、うん、やっぱその増えてるなと。しかもカジノできるわけじゃん。ってことは今のところ上昇トレンドなんだな、ポーカー界隈全体、国内のポーカー需要だったら今のうちやっといた方がいいでしょ、僕みたいな。でポーカープロ名乗っとけばさ、僕プロなんだから。でそっからもしかしたら興味を持ってね始めてくれる人、ゲームなら慣れたけどね、リアルはベッドで孫付き添って、だからこうやってゲームとかもやってくれてる人もいるわけじゃん、うん、だんだん分かってくるの。そう、だんだん分かってくると、そのハンドが2枚だけどすごい深さがこれ深いなっていう。でポーカーを僕がやってよかったのは、人生とかそういう全部転用できるの、このオッズ理論っていうのは。いつも言ってるけど、押し引きの選択、常に選択じゃん、ポーカー。フォールドするのかレイズするのか、相手の印象、相手が何を考えてるのかっていうふうに考えることも、日頃の生活に生きてくるじゃん。言葉だけで受け取っちゃう人っているじゃん、世の中って、うん、そういうのじゃなくて、この人がこういうふうに言ってきた意図は何なんだろうなって、その裏を考えるような考え方ができる。このベッドって一体何なんだろうなみたいな。この人はポットが30に対して60もベッドしてるけど、この60のベッドって一体何なんだろうな。この人はさっきからこういうプレイ多いけど、だからこそ手が入ってないんじゃないの。手が入ってなくて、そのビビってるからこそノータイムで60とかいうちょっとオーバー気味にベッドしてんじゃないのみたいな、その裏を読むことね。そうじゃないと結局騙されるぞ、いろんなことに。そういう確率と印象と相手の考えと、で結局相手のハンドは何なんだろうなっていうところまで予想もしないといけないし、だから今回の任天堂のもさ、もう発表を見ればさ、多方面の株主を増やしたいっていう発表だけど、それはそのまま 100% そのまま受け取ったらただのバカだから、うん、ベッドのその理由はじゃあ何なんだと、そういうのも考えられるようになったし、あとはバンクロール管理ね。こんだけ100ドルあって、で自分はじゃあ100ドルの大会に出たらそれただのバカなわけ。100ドルしか全部でバンク持ってないのに、お金ね、それで一気に100ドルの大会出ちゃうってアホじゃん。だってポーカーっていうのはもちろん実力が物言う世界だけど、ひとときの運によって負けることだってあるわけだから、その辺のまあいろんな、そのだったら100ドルしか持ってないんだったら、とりあえず5ドルの大会にでも20回出た方が絶対結果は収束するわけだし、僕はね昔は55ドル4面打ちして、それ全部負けたらもうその日は終わりにしてたの。はい210ドル負けました、はい終わり。その中で何個か勝って、そこでね熱くなって、210ドル負けたから次はこの210ドルの大会を2面打ちしようみたいになっちゃうと、もうこれ完全に落ちるから冷静な判断ができなくなるし、なんかそういう考え方ね、ティルトに入らない、そういうなんかティルトに入らないっていうのも、だから沸点が高くなるっていうかさ、なんかあったチップを自分の全チップの、例えば1万チップさっきまで持ってたのにさ、ごっそり行かれる時あるじゃん。バッドビート食らって相手にね 10% 引かれて、そのうちのさ40、4000点が取られちゃったみたいな、
その時も考え方は、一番大事な考え方は6000点があるぞと。6000点っていうのはかつてに比べれば、最初みんな1000点しか持ってなかったのに、まだ6000点ある、まだ6000点あるっていうことだけに集中して、さっき4000点なくなったっていうことは、そこで1回はいおしまいっていうと入りません、はい、で6000点よし、この6000点で最善の戦いをしようっていう考え方ね、これもね、やっぱ僕みたいなね、そのティルトに入らないプロにしかなかなかできない。そこでカーッて言って、もうダメだ、もうこんなに減っちゃったから、イエーイオールイン、はい負けって言って、一気にすっ飛んじゃうから、ティルト入る人はぜひね、ポーカーでね、その辺を培ってください、うん、ポーカーもやらしい、人狼もやらしい、全部そう。人狼だってね、相手をティルトに入らせつつも、心のどこかでは冷静になってるからね、うん、僕のね、人狼のね、ムーブ、動きでね、一番評価できるところは、自分の動きと自分の頭の中で考えていることはね、分離して動かしてるの。これね、かなり難しい話なんだけど、だ僕らこいつ絶対人狼で、こいつ絶対釣りましょう、みんな絶対釣りましょうよって言うじゃん。だけど僕の頭の中では、そのムーブはムーブなの、自分の動きなんだけど、それに対して、もしこの動きに対してこの人がどう思うんだろうなって思いながら、それで考え方とか全然変えてるからね。ハイレベルな話してるかもしれないけど、その自分の印象と自分の思考は一致する必要、だから僕は頭の中で本当にこいつ殺したいなんて全然思ってないんだよ。だけどこんなに激しいことを言ってる僕に対して、この人たちはどう思うんだろう、でそういうふうに思ってる人に乗ってきたら、その乗ってきたやつって怪しいじゃん。全然僕は根拠なくそいつを叩いてるのに、それに乗ってくるってことは、もしかしてお前が人狼でこいつは村人なんじゃないかなとか、そこでまた情報が出るわけじゃん。だから動きっていうのはすごく大事なの。自分でわけわからなくならない。自分の印象、自分はどういう印象をしてるのか、この人は自分のことをどう思ってるのか、そういうのも全部ポーカーで大事な要素だから。だからこの人が僕のことを固いと思ってるんだったら、ポーカーだったらもうレイズすればその人は降りてくれる。でもこいつうさんくさいなと思われてるんだったら降りてくれないとかさ、そういうのも踏まえてね、この後人狼殺をですね、やりますんで。